まずはもう逃げて優勝戦1枠が決まりました。はい、率直なお気持ちいかがですか。まあ1枠だったんで逃げれてほっとしてます。はい、今のレースにはなるんですけれども、スタートがですね、ちょっと待ってコンマ08結構入ってますね。はい、ちょっと担当の誤差はあるんですけど、いやもう今日練習1本も入んなかったんで、はい、あの最後はもうだいぶ遅らせて、はい、あの隣見ていきました。あ、まあ、そのスタートで行って1マークまでの感じっていうのはいかがだったんですか。吉川君に伸びられたらと思ったけど、はい、ほとんど変わらなかったので、はい、レース行くと行き足がいいので、あのその分で良かったかなと思います。1マーク回った感じいかがでしたか。ウィエラさんにハマるのでちょっと怖かったので、はい、ちょっと牽制して回って、まあ、吉川君に刺されてもしょうがないなと思って回ったんですけど、はい、回った後ちょっとググって出るような感じだったので、やっぱそこはずっといいですね。はい、現状、仕上がり、まあ、今のと重なるところもあるかもしれないですけども、はい、いかがですか。行き足はもうずっと良くて、はい、回り足も、まあ、大体手の内に入っているので今も乗りやすかったです。だいぶレース抜き出し、いい足してると思います。他の方との比較で言うといかがですか。どうですかね、なんか旬では似た人いっぱいいます。そうです。はい、じゃあまあレース足がって感じ。そうですね、本番行った時に、はい、自分の中ではちょっとレース足がいいなとは思ってます。はい、まあ明日1枠なんですけども、まあ先ほど2着だった西島さんが、はい、まあもういつも通り動くと、はい、いうことなんですけれども、まあ、もちろんいい主張の構えで行かれますよね。そうですね、ピットまで一緒ならもう、はい、あの勝っても負けてもしっかりインから行きます。はい、はい、もう区間インの練習をしてという感じ。そうですね、はい、分かりました。まあ、優勝、G1 は2007年の玉川周年勝たれて以来、はい、13年ぶりにはなるんですけども、だいぶ前ですね。どうですか、その意気込みをちょっとお聞かせ願いたいんですけれども。意気込み、今節変な風に気負ってもないし、はい、気が抜けすぎてる感じでもないし、もう本当になんか今節は、出たばっかの時の感じのまんま来れてるような感じで、リラックスしてるし、気持ちも入ってるし、いい状態が続いてるので、まあ、この感じでいきたいと思いますけどね。はい、ありがとうございます。最近東京芝は長井さんとか下の世代が出てきてますけど、はいはい、負けられないなっていう思いとかは。負けられないっていうより、僕らを抜いてってくれないと困るですと思ってるんです、業界的にね。変な話、ゴールデンウィークとかに僕とかがまだね12レースのドリームとか取るようじゃダメだと思うんですよ。僕が下がるんじゃなくて他が上がってくるように取れるのは嬉しいので、僕らもそうやってきたから、そうやって発展してくれればそれはそれで、負けないっていうよりも、自分は自分のやり方でずっとこれから先も行くと思うんで、まあ、それが若い子と比べてどうかなとは思うんですけど、どっちが上になるか下になるか分かんないですけど、そうですね、そういう気持ちですね。なんかこの足はここ最近の中でもいいと捉えていいぐらいの感じですか。はい、まあ、いろいろパターンあるんですけど、はい、今節のパターンって僕ずっと選手やってきて、なんかあんまり得意じゃなかったパターンなんですよ。負とかもそうだし、それがたまたま前節前々節があんまり得意じゃなかったところだったので、今回のために全部今回のためにこう布石を打ってきたというか、2節前からいろいろ試して、このパターンってどういうふうにしたら一番レース向きになるんだろうっていうのを試した結果が、たまたまうまく今節はいったので、ものすごく収穫はあります。いや本当にいろいろ試した中でちゃんと自分のパターンにうまくはめ込めた感じ。そうですね、の過去の中では一番雰囲気はいいですね今。わかりました。向かい風だったので、向かい風はだいぶ掴んでます。おいだけおいっぽいんですけど頑張ります。以上でおります。どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。